いろいろ連れ回して悪いな。アクア君の行きたい場所に行こうって言ったの私だし。ここは知り合いの家だと言ってもわざわざ足を運ぶくらいだから大事な人なんだよね。そいつには母親がいなかった。産科危機的出血、救急車が着いた頃にはもうだいぶ気まずかったみたいだよ。祖母との関係は悪くなかったみたいだけど、祖父の方がちょっとな。進路を医大に決めた時も本当は外科医になりたかった。な小説に出てくる医者がかっこよくてさ、医者になった後も無力で。なんでサリナが亡くなるかもしれないって時にあいつの両親は顔も出さないんだ。それでも本当に親なのか、母親ってのは。サリナちゃんはお前によく懐いてた。最後はお前がそばにいてやれ。先生、あげる私だと思って大事にしてね先生。